こんばんは、たいらです。今日はですね、きゅうりと塩昆布の美味しいやつを作っていきたいと思います。もちろん酒にめちゃくちゃ合うやつです。まずきゅうりに塩をかけます。で、ずりずりしてちょっとなじませて、水気飛ばして切って、まあ一応乱切りってやつですかね。まあこんな感じで、はい、切ってきます。ほんでこんな感じ、それをジップロックにぶち込んでいきます。はい、優しくね。片手でちょっとね、やりづらいんですけどね、まあ、はい、こんな感じで。そしたらそこに塩昆布一つまみぐらいですかね、とごま油、これはもうね、好きな人は結構入れちゃって大丈夫です。ほんで辛いの大丈夫な人は唐辛子、これがあるだけでね、結構レベルが上がります。ほんでこれをもみ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 、必死にもみ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 していきます。じゃあこんな感じになるので、これをね、冷蔵庫でちょっと寝かして、これ30分ぐらいですかね。じゃあこんな感じでごまを振りかけて完成です。で、大事なお酒を、はい、なんかこっち、ここ潰すと結構美味しくなるような感じ。いただきます。